こんにちは、作曲家の和田貴文です。今日はリミッターのプラグインについてお話ししたいと思います。というのもですね、私はトラック単位に結構リミッターを挟むんですね。例えばアタックの強い打楽器系の音とか、普通の楽器でもアタックが突然ポコーンと出ちゃうようなのがあったりすると、それで結構その聴感上というよりかはメーター上とかデータ的に変なピークを招く可能性があってですね、それを抑えるためにトラックごとにリミッターを挟むことが多いんですね。で、昔はアナログだった時代はアナログのテープの特性だったりとかで自然なそのサチュレーションをしたリミッティングがされていたりとかあったので、うまくこの混ざってたこともあったと思うんですよね。で、今のデジタルレコーディングって言ってみればものすごく正確にレコーディングできてしまうので、ハイレゾになればなるほどですね、その微細なピークがですね気になってくるんですよね。音楽的にそのピークが本当に必要なのかどうかっていうのがあってですね、大きいスピーカーとかで聞いてると特に気持ちよくてですね、そのままにしちゃうんですけど、ある程度やっぱりリミッティングしといた方が、そのもちろん聴感上違和感ない程度にですけどね、しっかりアタックがある音でありながらも無駄なピークはちょっと切っておくみたいなことしといた方が、後々のそのコンプのかかり具合が良くなるような気がするんですよね。2ミックスになった時にですね、2ミックスのマスタートラックにコンプとか、また最終段のマキシマイザーみたいなリミッターがまた最後に入ってって言った時に、そこの挙動がだいぶ変わってくるんじゃないかなと思ってるんですね。その2ミックスの最後で変なリミッターのかかり方がしちゃうよりかは、トラックである程度整理されてた方が2ミックスの時の弊害が少ないかなと思ってるんですよ。ということでですね、今日はトラックにかけるリミッターについて検証していきたいと思います。例えばこういったスネアの音が、ある程度リミッティングはされてる音源ではあるんですが、結構このアタックパシッっていう音が強いので、こういうのをちょっとだけリミッティングするとこうなります。ここ今、ゲインリダクションがマイナス1デシぐらいなんですけど、でここのメーターもこんな感じでちょっとリダクションされるような感じで今かかってるんですが、かけてないバイパスの状態で聞くと、でリミッター1デシぐらい リダクションするもので聞いてみるとこうなります。でこのアタックがなくなって少しやっぱり気持ち音量も小さくなった感じもするし、ただこれがその楽器としてのイメージとしてふさわしくない方向に行くのであればここまでかけない方がいいんですが、ただイメージ変わらずにこのぐらいでもいいんだったらピークを取ってあげる、例えばこういうことなんですけれども、他の楽器も見てみましょう。テナーサックスの音ですね。これ気持ちかけるとバイパス外すとこんな感じになります。全然イメージは変わらないですよね、このぐらいリミッティングされててもといった感じですね。他の楽器もバリトンサックス聞いてみますね。はい、この音をリミッター入れてみます。はい、このぐらいだったら全然イメージ変わらないですよね。はい、これもリミッター入れてみます。はい、これ1個ずつのトラックだと 0.5 デシとか1デシぐらいのリミッティングなので、
まあそんなに気にならないんですが、これがどんどん積み重なっていった時にどう聞こえるかっていうのがちょっと私検証してみたかったんですよ。まあ全部のトラックにこれかけるってことはそんなないんですけど、この曲ももともとそんなにリミッター刺してたわけではないので、実験でこんなことはやらないかもしれないけど、試しに全トラックにまあマイナス5から1デシぐらいのリダクションするリミッターを入れた時にマスターの音源がどういうふうに変化するのかっていうのを実験したいなと思ってるんですね。きっとやれば弊害があるはずなんですよ。その弊害を見つけるために今回この検証をしようと思ってます。まあ、他にも、シンセブラスがリミッター入れるとこんな感じに、はい、まあ全然問題ないような気がするんですけどね、このぐらいだったら。あとはキックなんかは要になってくるのでそんなにかけない方がいいと思うんですね。これが今元です。バイパス状態の元です。でこれにリミッターかけてみます。といった感じになりますね。まあかけなくてもいいかなっていうぐらいなんですけどね、これもともとという感じですね。今日はここ、リミッターをですねほぼ全チャンネルにかけました。なのでかけた状態かけてない状態というのをこういうふうに比べてみようと思います。ちなみにマスタートラックはですね、1個目のシャドウヒルズマスタリングコンプが刺さってまして、2個目のマスタリングコンプ、3つ目に MS 処理の EQ でハイを上げておりますね。で最後に、リミッターでマイナス1デシになるようにリミッティングしてますが、リダクションはだいたい4デシぐらいいってるんですかね。で多分このリダクション量も変わってくると思うんですよね。一個一個のチャンネルのリミッターがかかることによってこのコンプにかかるかかり方が変わったり、この最後のマスターリミッターのマキシマイザーのところですねのリミッティングもまた挙動が変わってくると思うんですよね。この辺どうなるのかなって本当気になってたんですよ。なので、今日は、このままじゃあ一回リミッターかけてないのを聞いた後にリミッター全部入れたバージョンを聞いてみようと思います。ではかけてないバージョンから聞いてみます。それでは、全チャンネルにリミッターを入れてこんな感じで入れた状態で聞いてみたいと思います。
という感じですね。いかがですかね。まあ、なんかちょっと違う感じがするかなという感じですね。真剣に聞いてないと、細かく聞き比べないと、なんかまだ分かんないなっていうぐらいな感じです、私の印象は。はい、というわけで今、バウンスした音声をですねツールスに取り込みまして比較できるように用意しました。はい、こちらがですね今バイパスの状態です。リミッターをオンにするとこんな感じですね。これがバイパス、リミッターオン、バイパス、リミッターオン、まあ、こんな感じでですね今ここ音静かなところなんかはだいぶこうやって違いますよね。まあここは音が小さい部分なのでこれがあったところでそんなに何も弊害はないような気がするんですが、コンプのかかり方とかは若干変わってくるかもしれないですよね。他にもこういう音が密集したところでもこれバイパス、リミッター、こうやって見るとリミッターかかってる方がこの音が密集してるところのやっぱりバイパス、リミッターと、バイパス、リミッターと、あれここなんかだいぶ音違うな、なんかやっぱり波形だいぶ違いますよね。これでまた聞いてみましょう。ではバイパスから聞いてみます。はい、それではリミッターオンの状態で聞いてみたいと思います。はい、という感じでですね今回やったのはですねちょっと極端にですね全チャンネルにリミッターを挿したので、まあ、ここまでしなくてももちろんその静かなところはダイナミックレンジを確保するためにリミッターは浅めにするとか全く入れないとかっていうことも可能だし、音が密集しているところはこういうふうにすることによって逆にそのマスターリミッターでの弊害を減らす、負担を減らすってことも可能かもしれないので逆にダイナミックレンジが確保できる可能性もあるなと思ってます。はい、であとはこれの懸念材料というかですねプラグインの色が非常につくような気がしていてですね今回フラックスのピュアリミッターという割と音的にはナチュラルなものを使ってるんですけれども、まあ、それでもなんか今聞いた感じでもこのぐらいの変化があるということを、認識しておいた方がいいかなという感じですね。まあいつもそうなんですけどこのリミッターとかの種類でやっぱり分けて色付けをしていった方がいいかなと思っています。はい、まあ、リミッターってやっぱりいろんな役割があってその色付けの面でもあったりそのまあサチュレーターとしての
歪みを作ったりっていうこともあるので一概には言えないんですけれども、このようにトラックでリミッターをかけていくことによって、不要なピークを除くというのはよく吟味してですね、やるといいんじゃないかなと思いました。というわけで、今日はこの辺にしたいと思います。また次回お楽しみに。